はい、どうも皆さん、こんにちは。いずこです。それでは今回なんですけども、Amazon Mastercard Prime が11月より開始ということで、今回は本日新しく発表された Amazon Mastercard についてですね、この動画ではその Amazon Mastercard の詳細情報についてお伝えします。普段からですね、Amazon を利用されている方は必見ですので、ぜひ参考にしていただければな、と思います。それでは 言ってみましょう。まあ、そもそも Amazon ではですね、こちらの Amazon マスターカードクラシックそして Amazon マスターゴールドこの2種類のクレジットカードがあったんですけども、今回発表されたのはこちらの Amazon マスターカードそして Amazon プライムマスターカードこの2種類でございます。懸命すごいね、シックな感じでかっこいいですよね。触った感じなんかわからないですけど、サラサラしてそうなイメージです。ではですね、今回発表された Web ページ一緒に見ていきましょう。Amazon マスターカードクラシックゴールドのサービスは、2021年の11月の1日より新たな Amazon マスターカードのサービスに移行します新サービス移行後もお手持ちのカードはそのままご利用いただけますがサービスの一部にご変更がございますとで先ほどお伝えしたね Amazon Master Gold については新規申し込み自体は停止してるということでございますそして今度スタートする Amazon Master Card そして Amazon Prime Master Card については11月中の開始を予定しているということですねでまずはここですね Amazon Prime 会員のお客様用の Amazon Prime Master Card と Amazon Prime 会員以外のお客様用の Amazon Master Card の 2種類のカードデザインをご用意しております現在お持ちの Amazon マスターカードの有効期限が近づきましたらその時点のお客様の Amazon プライム会員のご登録状況に合わせて順次新カードデザインをお届けするということですねそして Amazon マスターゴールドを持っている方については Amazon プライム会員資格還元ポイントに関しての変更がありますのでよくある質問そして Amazon マスターゴールドのお客様をご確認くださいこれ後ほどお伝えしますで、今回発表されたカードの比較表がかなり公式ページは わかりやすいので、それをですね、一緒に見ていきましょう。まず気になる年会費なんですけども、元々の Amazon のクラシック会員の方に関したら、初年度無料で2年目以降が1375円。ですけども、1回以上使うことで無料になってたと。そしてゴールド会員に関しても、1万1000円かかっていたところではあるんですけども、新サービスに変わることによって、これら全部が年会費が永年無料に切り替わるということでございます。 そして、アマゾンのポイント還元率なんですけども、まず、新しく発表されたね、アマゾンのマスターカード会員に関したら、プライム会員の方の場合は2%還元。プライム会員以外の方に関しても1.5%還元。同様にですね、アマゾンのクラシック会員の方に関したら、こちらも同様の2%還元と、プライム会員以外の方に関しては1.5%還元。これは新しいカードと同じですね。そして、ゴールド会員の方に関したら、プライム会員の方の場合は2.5%還元だったんですけども、これは変わらず、変わらず2.5%。ですけども、プライム会員以外 の方に関したら1.5%還元ということですねまあゴールドを持ってた方からすれば新カードはちょっとうんってなるところはあるかもしれないですねで続きましてコンビニ大手3社の場合の還元率なんですけども元々のクラシック会員そしてゴールド会員の方に関しては1%還元だったんですけどもこれが1.5%還元にアップするということでございますまあここ最近はですね正直なところ三井住友ナンバーレスとかを結構発行されている方も増えてきてると思うので5%還元を使って 買い物されてる方も多いのでまあ、確かにね旗から見れば1.5%還元もでかいんですけどもそんなに響くようなところではなさそうな感じはありますよねこれは僕の勝手な意見ですで Amazon 以外でのご利用ということで普通のショッピング還元率ですねこれに関したらクラシック会員ゴールド会員もともと1%還元だったんですけどもこれは新しいカード含めて1%還元これは変わらずということでございますなので普通のお買い物しても1%なのでこれはまあまあ普通に変わらずいいのかなと思いますそして今回のここなんですよね Amazon プライム会員資格とということで結構ね、これに関する、まあ、意見を多くなってくるのかなと思ったんですけども、まあ、先に結論から言うと、ベッド登録が必要ということでございます。元々のクラシック会員の方に関したら、これは元々ね、登録費用が必要だったんですけども、ゴールド会員の方は負担なしで、もともと付いてるものではあったんですけども、それが登録必要ということになります。まあけどね、ちょっとこれに関したら、ちょっと米算定って出てるので、まあ、先にちょっとここ見てみましょうか。それがここなんですけども、新サービス開始前に年会費を支払い済みで、 ご利用中の Amazon プライム会員資格は 次のプライム会員の更新日まで一応継続はするみたいです。なのでまあすでにね、支払ってる方であれば、まあ今のところは大丈夫かなと。ちなみにこの Amazon プライム会員資格なんですけども、一体どんなサービスがあるのって気になる方いらっしゃると思うんですが、個人的に好きなのはこれなんですよね。無料の配送特典ということで、プライム会員の方は対象の商品の場合、急いでまあ商品を届けてくれたりとか、まあ一部送料がね、無料になったりとか、まあそういったものがあったりします。僕はこれが一番多いかなと。で次に個人的に好きなのはやっぱこれですね。プライムビデオということで、 結構、ネットフリックス派とか、フ l ル派とかで結構いろいろ分かれてくると思うんですけども、僕は基本的にア z o ンプライムビデオを使って、まあ映画だったりとかアニメを見ることが多いので、個人的にこれの利用がまあ、普通のお買い物と並ぶぐらい使ってるかなと思います。他にもね、プライムミュージックとか、まあいろんなサービスはありますけど、僕自身は全然使い切れてはないです、正直なところ。で、気になる金額として、年間のプランが税込4900円。で、月額が税込み500円ということで、それが、今回の新サービスになることによって、別途登録必要ということ ことですのでまあこの新しいカードを発行しても別途登録が必要なのでもし発行される方はちょっと悩むとこではありますよねこれに関するとで、旅行障害保険に関したらこれ新サービスは最高2000万円の海外旅行障害保証とで、ショッピング保証についても年間200万円までということでございますちなみにですねこの空港ラウンジサービスについてはなしということでございますゴールド会員の方は先ほどからちらちら出てるんですけども2022年の11月の1日からということですねで、電子マネーに関したら Apple Pay と g o o g ルペそして、で、今回からは、マスターカードコンタクトレス決済も使えると。先ほどのね、件名を見たらわかるように、ここにリップルマーク、タッチ決済のマークがついてますね。で、ETC カードに関しては、年会費、永年無料。家族カードに関しては、年会費が永年無料なんですけども、本会員1名様あたり3枚までということですね。まあ、今回の発表によって、やっぱりちょっとね、話題になってるのは、ここなんですよね。アマゾンマスターゴールド会員のお客様ということで、まあ、僕自身はこのカード自体は持ってないんですけども、まあ、結構ね、大事なことが色々と書かれております。もう、そのまま上から読むと、 2021年の11月の1日より Amazon プライム会員資格の自動更新サービスは終了すると新サービス移行日以前にマスターカードゴールドの年会費をお支払いでいただいている場合ご利用中の Amazon プライム特典は Amazon プライムの会員更新まで継続するこれ先ほど見たところですねその後はお客様ご自身で新たに Amazon プライムにご登録していただく必要がありますのでご注意くださいとこれはねちょっと手間かかるところではありますよねそして次ここでも大事ですね Amazon でのお買い物還元ポイントと とというこで引き続きプライム会員を継続されているお客様は Amazon マスターゴールドの年会費を支払い済みでご利用中の Amazon プライム更新日までは2.5%還元その後もプライム会員を継続されている場合には2.5%のポイントが引き続き獲得できるとプライム会員を開学された場合にはプライム会員資格を創出した日から1.5%還元が適用されるということでございますそしてここも注目ですねカード年会費のお支払いと旧 Amazon マスターゴールド2対サービス について2021年11月の1日以降は年会費はかからないと旅行障害保険ショッピング保証空港ラウンジサービスは年会費の請求月にかかわらず新サービス移行後も旧サービスを2022年の10月31日までご利用いただけますということですので、まあ、とりあえず 持ってる方に関したらすぐに切り替えとかをせず、まだこの日までは持っておいても大丈夫そうな感じではありますよね。もし僕の認識が間違ってたらすいません。正直ね、アマゾンマスターゴールド持ってる方からすれば、まあ、今回のこの発表ってあまり喜ばしいものでは正直なさそうな感じではありますよね。正直なところ僕自身はこのカード持ってないので、そんなに落胆するっていうことでは特にはなかったんですけども、まあ、今回の発表がワクワクするかどうかっていうとちょっとね、 でまあ、今回発表されたこの2つのカードを、まあ、どんな人が発行に向いてるのかって僕なりに簡単にまとめると、例えば、こちら、アマゾンプライム会員かつ日常的にアマゾンを利用されている方ですね。アマゾンの、まあ、ネットショッピングを利用されている方、もうこれはね、もうぜひおすすめのカードの1つにはなりますよね。先ほどもお伝えしたように、やっぱりポイント還元率がぐっと変わってくると、アマゾンプライム会員以外の方でも1.5%還元ではあるんですけども、プライム会員の方に関したら2%還元なので、本当にね、アマゾンが大好きっていう方からすれば、 아, 막, 개 カードの1つではあると思いますで次に、こちら、アマゾンポイントを貯めてる方ですね。これに関連してくる内容ではあるんですけども、もう集中的にアマゾンのポイントばっかり貯めてる方であれば、比較的このカードであれば、まあ先ほどのね、還元率で言うと2%還元なので、ポイントは結構貯めやすくなってくるのかなというふうには思います。そして3つ目は、やっぱりね、年会費無料のカードが欲しいという方であれば、まあ一つのカードの候補として入れてみてもありなのかなと思います。まああとはただただね、このカードが欲しいってこれターの、 方はね。もう気がつけば11月に入ったらおそらく発行されてる方も中にいらっしゃるかなと思います。ではですね。今日お伝えしたことまとめるとざっとこんな感じです。年会費永年無料 amazon でのお買い物はプライム会員の場合は2%還元プライム会員以外の方は1.5%還元コンビニ大手3社は1.5%還元 amazon 以外でものお買い物ショッピング還元率っていうのが1%還元プライム会員の資格っていうのが別途登録が必要となので、先ほどお伝えしたお金を払ってちゃんと登録をしてくださいと。と電子マネはアップルペーは apple pay。google Pay マスターカードコンタクトレス。今回これが1つね。入ってるとで空。 はなし家族カードに関しては年会費無料で3枚までということでございますで先ほどお伝えしたね Amazon マスターカードゴールド使ってる方に関したら まあこんな感じですね。2021年の10月1日以降は年間引っかからないと。アマゾンプライムの会員更新日までは2.5%還元で使える。で、旅行障害保険ショッピング保証、そして、空港ラウンジも一応使える。ですけども、新サービスに移行しても旧サービス。これ2022年の10月31日まで使えるということでございますので、まあ、急いですぐに切り替えるのではなくて、もしこのあたりのサービスをまあ使う、使われる方に関すれば、まあ、一旦そのままでもまあ,ありなんじゃないかなというふうに思っております。そんなこんなで今回はアマゾンから11月に新登場する Amazon Mastercard Prime について簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。ちなみに僕自身に関したら今現在これを発行しようかなというふうに特に思ってないので、まあ a z o n に関したら自分が使いたいクレジットカードで決済するかなというふうな感じです。まあ正直なところですね、今回この発表によって、まあ結構 a z o n ゴールドのカードを使ってた方からすれば、まあ結構ね、 思うこともあるかなと思いますんで、まあ、発行するかどうかですとか、今回のね、このカードの発表の感想も含めて、まあ、ぜひコメントいただければと思います。正直ね、皆さんのご意見がちょっと気になるとこではありますね。で、今回参照させていただいた公式のリンク、概要欄貼っておきますんで、またね、詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。